さんこんにちは。岡左衛門十番勝負にご来場いただきましてありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます岡崎 PR 実行部隊の吉田と申します。よろしくお願いします。このイベントはありがとうございます。このイベントは岡崎アート広報大臣である岡左衛門の、が岡崎の魅力を楽しんでもらうための情報発信として1月から3月の間この能楽堂で10回のイベントを行っております。本日は第5回ということでちょうど前半終了の5回目になります。ゲストに岡崎にゆかりのある方や専門分野の方を、お迎えして、お招きしております。また本日はですねイベント終了後には、入り口に展示されておりますフォーミュラー館の前での撮影タイムを予定しておりますので本日は時間の関係上個別の撮影やサインは控えさせていただきますのでご了承ください。それでは、本日出演していただくのは岡崎出身でレーシングドライバーの中島和樹さん中島大輔さんのお二人です。フォーミュラ日本でも大活躍中の現役選手の登場です。また本日は和樹さんの講演会員で岡崎市内でアパレルショップを経営する鈴木博さんに進行役をお願いしております。それでは岡崎門とともに登場です。皆さんどうぞ。大輔選手こんにちは。中島和樹選手です。よろしくお願いします。はい、それで、レイさんのような方が今日はいらしてますけれども、こちらが、進行役をさせていただきます鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰よりもレイさんっぽいです、ね。はい、よろしくお願いします。ではここから、鈴木さんにお二人のご紹介をしていただきたいと思いますので、皆さんお座りになって、はい。まずはお兄さんの中島和樹選手、はい。1985年1月11日生まれ、現在トヨタのドライバーとして活躍しております。1997年で12歳でカートデビュー、2007年にはブラジルでフォーミュラン1デビュー、2011年に国内レースに復帰、翌2012年には国内最高峰のフォーミュラン日本でシリーズチャンピオンとなっております。緊張してませんめちゃめちゃ硬いです。今ね実力と人気を兼ね備えたドライバーでありますんで。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ大輔選手の、あ、で和樹選手から一言。はい、はい、皆さんこんにちは。岡崎の方も、遠くから来ていらっしゃった方も、いらっしゃると思いますけど、こんなにたくさんの人の前で喋ると思ってなかったのでちょっと緊張してますけど、たくさん来ていただいてありがとうございます。まあ短い時間ですけど、まあなかなかでもないか、兄弟で喋るのも最近ちょっと多いんですけど、飽きずに楽しんで聞いていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で弟の大輔選手なんですが、今ホンダのドライバーとして活躍しておられます。2004年15歳でカートデビュー、2007年フォーミュラチャレンジジャパンに参戦し最多勝を挙げております。2011年には中島レーシングよりフォーミュラ日本に参戦、昨年なんですがスーパーフォーミュラの第7戦ラウンド1で2位表彰台に上がっております。いろんなドライバーありますけど今一番勢いのあるドライバーであります。どうもありがとうございます。大輔君が一言、はい、お願いします。今日はたくさんの方が来ていただいて本当に嬉しいです。岡崎でこういったイベントって本当になかなかないもので、今そこに車あるのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですけど、なかなか本当に僕自身もなかなか見ない風景なんですごい、楽しんでます。はい、今日短い時間ですけどよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。というところから本日の、活動なんですけど、和樹選手は、引き続きスーパーフォーミュラ
そしてスーパー GT、はい、そしてあの WEC というカテゴリーもあるんですけど、そこであの参戦する予定でございます。はいはい、今日皆様にお配りしているあの資料の中にいろいろとスーパーフォーミュラについてとか、あと今年 の, あのツアーの、プリントなども入ってますので、そちらもぜひご覧になってください。で大輔選手の方は来週にですね、あのホンダから、ラインナップが発表されますので、ぜひそちらをお楽しみください。はい、ご期待ですか。はい、はい、お二人あの岡左衛門について何かこうちょっとせっかくなので印象とか、まあ、今日初めて会うんじゃないんですよね。はい、そうですね、なんとか、はい、去年はあの富士のスーパーフォーミュラのレースに、はい、来てもらって応援に行ったんですね、岡左衛門が。はい、その時以来のそうですね、はい、お付き合いなんですけど、はい、僕個人としては多分去年の春ぐらいだと思うんですけど、はい、知り合いからあれ岡崎出身だよね、岡崎にこんなのいるけど知ってるっていう感じで、紹介というか、ね、聞かれたのが初めてで、はい、初めはこのリアルの岡左衛門を見たときは衝撃でしたけど、はい、衝撃的でしたけど、でもその時からやっぱりすごくね印象に残るんで、それ以来心の中でずっと応援してるんですけど、ちょこちょここう東京とかね、そっちの方でもテレビで見ることもあって、僕の周りに結構ファンが多いので、はい、嬉しいですね。今日のこのイベントは友達に自慢できます。大輔選手の方は、はい、僕も初めて写真見た時は、はい、なんだこれって思ったんですけど本当にその7月、はい、去年の7月に富士というサーキットで、はい、会った時にすごい、はい、なんて言うんでしょう、見た目に似合わずというか腰が低くて、あそれがすごいなんか、ね、私も結構謙虚 な, そうなんです、はい、性格なので、それがすごい印象的で、なんかみんなもうこうやってやりながら入ってくるんですよねそれからもう本当に好きになって、はい、今携帯のカバーも飾りに、あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。そんなことで、岡左衛門の印象なんかもお伺いしましたが、お二人が活躍されているレースについて、またマシンについて、ちょっと今日もね、入り口にマシンが展示されているので、皆さん入ってくるときにご覧になられたかと思いますが、ほとんど近くで見る方、初めてじゃないですか、皆さん。ね、こんな近くで、しかも岡崎城の下にね、マシンがあるので、すごくなんかこう、ね、日常的な、はい、形ですけれども、ちょっと鈴木さんの方から、はい、レースとマシンについて、はい、ちょっと教えてください。今日初めての方もいらっしゃると思うので。そうですね、はい、お二人が国内でレース活動してるんですけど、こちらがですね、スーパー GT というカテゴリーでですね、GT の500っていう車なんですけど、これ市販車の車をベースにしております。あこれはそう、ご存知の方はいらっしゃるかもしれません。これはちょっと市販してないんですけど、プロトタイプ、はい、今年から基本的には市販車をベースにして、そう、これは市販しそうで開発してた車が、はい、ちょっとこうリーマンショックっていう景気が悪くなった時にお蔵入りになっちゃって、でもレースの車だけは仕方ないんでそのまんまやっちゃおうっていうことで、でも今年から NSX という、まあ、皆さんご存知の名前だと思うんですけど、はい、という市販される車で参戦するんで、はい、じゃあこれは正真正銘幻の車になりました。そうなんです、展示されている車よりタイヤがねカバーされて、そうですね、見た目は一応市販車のような見た目の、車で、まあ、GT について分かり一番手っ取り早く分かってもらう方法は、今日日曜日でしたっけ。今日の夜の11時半だっけ、あれ、はい、11時半に25ちゃんってこと、まだ25ちゃんでした、テレビ東京、テレビ愛知ですね、あテレビ愛知、愛知はね、はい、岡崎の方はテレビ愛知を、夜の11時半ぐらいにつけてもらうとこの番組をやってるので、あ、はい、まあ、今ちょっとシーズンオフなんであんま面白いことやってないかもしれないですけど、4月ぐらいになったら見てもらえれば、来週僕登場するので、はい、ぜひ見ないでください。9月9日はい、でこちらが GT500 というカテゴリーです、はい、あとこちらがですね、スーパーフォーミュラというカテゴリーなんですけど、はい、まあ、とにかく速く走るためだけに作られた車というか、でタイヤとシャーシーは全チーム実は共通になっています。
これは能楽堂の前に展示されてたんですけど、今年から新型になりましてね、SF の14っていう形に、はい、今年から車が全面的に変わります、はい、もっと速くなるので、今まででも F1 に多分世界の中で一番近い速さを持った、レースカテゴリーだったと思うんですけど、今年F1 を多少、分かる方はもしかしたら見たことあるかもしれないですけど、まあ F1 の見た目もかっこ悪くない、テストのタイムを見る限りスピードも遅くなりそうなので、今年のこのスーパーフォーミュラのレースは、はい、もうほとんど F1 と遜色ないぐらいのスピードで走るレースになると思うので、まあ、GT はおかげさまで結構お客さんが、黙っててもいらしていただけるので、まあ、今日初めてレースに触れたっていう方はスーパーフォーミュラのレースに、ちょっと来ていただけると、はい、僕ら的には、お客さんの目ではバランスが取れて嬉しいかなと、ちょっと寂しいんですけど、そんなことも思ったりはします、はいはい、ちなみにどのぐらいのスピードで走るんですか？はい、こっちの車は富士っていう、さっきも言った富士っていうコースが一番ストレートが長くてスピードが出るんですけど、そこで大体310キロ近く、すごい速いですね、はい、一周じゃんするのに本当数分、1分、いや1分20秒、自転車で一周すると、自転車で一周するとどんなに頑張っても普通の人は10分ぐらいかかる、10分ぐらいかかるの、はい、1分20秒ぐらいで、すごいですね、はい、あと、まあ、GT の方はもうちょっとスピードは落ちるんですけど、まあ、200、多分今年は7、80キロぐらい、富士で言うと出て、タイムで言うとまあ1分30何秒、まあ、10秒ぐらい車として違うイメージですね、はい、乗り心地はどっちがいいですか？走ってて楽しいのはこっちかな、はい、でも右の GT は見ての通り屋根がついてるので、はいはい、そうですね、雨が降っても濡れないですし、こっちは結構本当に冗談みたいな話なんですけど、冷たくて冬の雨なんかは本当寒くて、確かに雨が降って、はい、走ってるとそんなに入ってこないんですけど、はい、車が止まっていると、まあ、さっき午前中見た方は分かるかもしれないですけど、やっぱりテントかけないと中濡れちゃう、イコール座ってる僕らも濡れちゃうんで、はい、結構辛いんですけど、 GT の方はエアコンもついてたりして、意外に環境がいい、それなりに快適ですね、はい、まあ、暑いんですけど、でもなんとか快適にレースできるぐらいになってます。なるほど、なるほど。カズキ選手は新型の SF14 をテストされたんですね、その時のフィーリングかなんかどうでした？そうですね、まあ、マニアックな話ですけど、車は去年からだいぶ軽くなったりとか、エンジンも速くなったりしているので、本当に1周1秒2秒、速くなりそうな、まあ、1秒2秒は、ね、見てる人に対してどれだけのもう違いがあるかは分かりませんけど、車の形もだいぶ変わるので、やっぱり去年までよりもこう追い抜いたり抜かれたりっていうレースが増えるんじゃないかなというふうには期待しているので、まあ、車も全く新しくなりますし、僕らも楽しみですけど、見てる人にも同じように楽しんでもらえるんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。今年も楽しみにしてます、はいはい、はい、じゃあ、締めみたいな始めました、ここからの本です。ここからが、はい、今日、まあ、岡左衛門もレースやマシーンについてお勉強したので、岡左衛門からも質問があるんですよね、お二人に、はい、バッチリ準備してきたということでやっぱトークショーだと喋れないあのね、岡左衛門は筆談ができるんですよ。なるほど、はい、なので今日お二人に質問を書いてきました。はい、はい、お答えいただけますか？はい、もちろんお願いします。じゃあ第1問目、はい、岡崎の好きなところはということで、お二人は岡崎出身なので、はい、場所でもいいですし、こういうところが好きですとか、まあ、こういう場所が好きとか、こういうところが好き、はいはい、あったら教えてください。そうですね、まあ、まず一応個人的には岡崎市出身ということを割と、広めようとしているつもりなんですけど、そんなにこう認識されてない気もするので、まあ、そこを押し出していきたいなと思ってますけど、やっぱりまあ生まれ育った町なので、はい、まあ、生まれてこの方ほぼほぼ18年ぐらいはずっと岡崎で育ってきたので、はい、まあ、どこが好きっていうかね、生まれ育った場所なんで、はい、っていうのはすごく思っていて、で、外でその愛知県外の方と話をするときによく言うのが、愛知県出身、名古屋じゃないんだよっていう話をよくするんですけど、まあ、僕個人的にその三河の中でも、
岡崎っていうところにすごくこう勝手にプライドを持っていて、はい、あの若干こうトヨタに人口で負けてるのが悔しかったあの結構そういう話を外でするトヨタ市民の人もいっぱいあるしすいませんなんかこう岡崎っていうものにまあ誇りは持っているつもりですね。あ、素敵ですね。どこがっていうか岡崎が今日はね、同級生の方も見に来てくださってるみたいで、はい、はい、あのどっかにいるって分かるとちょっと気持ち悪いんで、はい、存在は意識しないようにしてるんですけど、はい、はい、大輔選手の方は、はい、僕は、なんて言うんでしょう、この何するにも結構便利なところで岡崎って、まあ、日本の中で本当真ん中にありますし、はい、どのサーキット行くのも便利ですし、で今住んでるのは東京なんですけど、僕はあの休みの日にやっぱ車乗ってなんかこう郊外の方行って写真撮ったりするのがすごい好きなんですけど、例えば東京でそれをやろうとすると、はい、もうそこに行くまでに渋滞に巻き込まれて、あ、そうですね、1日のうち 2,3 時間もっとですかね 4,5 時間無駄にしちゃうんです。岡崎だったらちょっと行ったらなんて言うんでしょう、綺麗なところもありますし、はい、そういうのはすごい好きですね。あ、動きやすいし、はい、いい景色も戻ってくるとすごいやっぱりいいところだなと思います。はい、ありがとうございます。はい、岡崎もいいですか？岡崎も岡崎大好きですからね。はい、負けないぞっていう、いまいちやっぱ音がないと効果音が出るようにしてじゃあ2問目いきましょうか。じゃじゃん、はい、字がちっちゃくて、レースにはたくさんの人やスタッフが関わっていると思いますが、レース中に高速のスピードで走っている中では何を考えていますかということで、今日配っているスーパーフォーミュラについて の、 冊子にもいっぱい書いてあるんですけど、レースには本当にいろんなエンジニアの方とかいろんな方のサポートがあって、でもレースもサーキット上では一人で走っているので、はい、その高速のスピードの中では何を考えているんですか？まあ、真面目な話をすると、レース中っていろいろと何でしょう、戦略を立てたり変えたり、しなきゃいけないですし、まあ、周りの人がどういう風に走ってるかっていうのを、そのレースエンジニアっていう人と無線で更新しながら、自分が今何をしなければいけないかっていうことを、考えながらというか相談しながらレースをしているので、まあ、真面目な部分で言えば本当にそこだけに集中しているということなんですけれど、はい、まあ、僕人間なので、はい、そんなにね、やっぱりいい時と悪い時で、気がついたらレース終わってたっていうぐらい集中できてる時もあれば、はい、そうでない時もあって、まあ、そうでない時なんかはやっぱり暑いレースだったらやっぱり暑いんですよ結構、本当にレース中に体重が2キロ3キロ減っちゃうようなレースもあるぐらい、暑くてしんどいレースもあるんですけど、そういう時はもう心の底から熱いしんどい早く降りたいって思っている時もあったりしますし、まあ、そんな時ばっかじゃダメなんですけど、意外に普通のことを考えながら、レースって結構長い時間走るんで、1時間半とか、下手すると3時間4時間ずっと一人で走ってるレースもあったりするんで、そういう時はランニングしてる時と同じような感じで、できるだけこうどうでもいいことを考えつつ、気がついたら早く時間が経ってるように心がけたりはしてます。ガッと集中するところと、ね、まあ、割と冷静なところとか、はい、直線を走ってる時は特にこう何もプレッシャーもないので、はい、気持ちを抜くようにできるだけというかいろんなこと考えない方がいいんですけど、まあ、考えちゃう時もありますね。なるほど、はい、まあ、そうね、いろいろとこう差をつけていかないと、ずっと集中してるとまたそれも、まあさすがに人間の集中力は3時間も2時間もずっと持たないのであります。抜くとこは抜きながらやってます。はい、はい、ありがとうございます。大輔選手は、はい、基本的には今兄が言ったことと一緒になってしまうんですけど、はい、まあ、以前は本当になんかもうがむしゃらに、はい、あんまり深く考えずにもう本当走ることだけ一生懸命やってたんですけど、今はさっき兄も言ってたように、まあ、車の状態だったり周り走ってる人の状態だったり、まあ、いろいろ変わっていくんですね、はい、僕が出てるレースだと1時間大体半ぐらいレースが続くんですけど、はい、その中でタイヤもエンジンも何でしょう、いろんな状況っていうのは常に変わるんで、細かいこと言えばこう太陽の位置が変わって影の位置もちょっと変わっていくんですよね、はい、で、まあ、そういったことのなんていうんでしょう、変わっていき方を常に
意識して、そうです、それを考えてますかね。毎週こうなって、ある週で何かが変わったら、なんでそれが変わったんだろうって思って、でまた次の週以降に生かしたりだとか、なんか話が分かりづらいと補足しますけど、ね、影の位置が変わるとすごい、なんで重要なのかっていうと、はい、僕らって大体まっすぐ走ってるところからブレーキを踏むときに、なんとなく目印を、あ、なるほど、この辺で曲がるとか、はい、やってるんですね。で、コーナーの手前に 50m とか 100m とかっていう看板がある場合もあれば、はい、ない時もあるんですけど、はい、そういう時に例えばその影がどこら辺にあるかで、ブレーキを踏む位置を考えたりするんですけど、ただ影って動いてちゃうんで、はい、そういう意味では影を目印にするとちょっと大変なことに気が付いたりなったりすることもあるんですけど、はい、そういう意味でもその影が動いていくっていうのは素晴らしい、見て素晴らしい補足が素晴らしい、多分皆さん影って何やって思ってらっしゃるんだけど確かに、でもそうです、じゃあマシーンのことも考えなきゃいけないし、コース全体のことも考えなきゃいけないし、時間とか環境とか、そうですね、天気とか、はい、いろんなことを注意しながら、はい、でそういうことを考えてると逆に言うと、なんていうんでしょう、自分のその精神的な部分っていうのは気にしなくて済むんですよね、はい、なるほど、例えばまあいろんな後ろから迫ってくる人もいますし、はいはい、そういった時にあやばいそろそろ抜かれちゃうかなとかって思うとミスしたりするじゃないですか、だからそれを考えずにそっちのことで、そういうことを集中して、そうしてるとそんな変なことを気にする暇もないというか、はい、そういう部分もあります。なるほど、岡さんもすごいですね、いろんなことが、はい、一気に考えなきゃいけない、なるほどっていうということで、はい、ありがとうございます。次のじゃあ質問が、そのちょっと精神的にどういうふうな環境を整えるかみたいな今話がありましたけれども、はい、命がけのハードなスポーツですが、メンタル的に心がけていることはございますか。まあこれはレースの時もそうですし、通常のレースしてない時もそうかもしれないですけど、何かこう、どうぞ、はい、僕から言うと大体兄と同じなんですけどっていうところから始まるので、どうぞご自由に喋ってください。大輔さんからお願いします。はい、いや、さっきも言ったんですけど、なんて言うでしょう、弱気になると結局失敗もするんで、はい、でもやっぱり弱気になってしまう時もあるんですけど、本当に僕が心がけてるのは常にその、なんて言うでしょう、こう主観的に何かを考えるんじゃなくて、もうよそから客観的視点で、はい、そんなイメージ で、 なるほど、で自分がもちろん走ってるんですけど、ある意味ではその俯瞰して見てるみたいな感じ、そうできるように、まあ、常にできるわけじゃないんですけど、はい、それができるときはやっぱりうまくいくのかなって、はい、なんか書いてある、偉い。ありがとうございます。他ちゃんもね、年上なんで、大輔さんに偉い、15歳40歳なんで、偉いって褒めることのそんなところです。どうですか。そうですね、弟と被らないようにしないといけないので、まあ、心がけていること、基本的にはやっぱりスポーツ選手なんで結果を出すということが一番なんですけど、はい、まあ、そのためにどうするかっていうことなんですけど、まあ、一つはメリハリをつけて生活するというか、あんまりこう普段からレースのことを考えすぎないようにということと、かつでも普段から考えない部分は考えないんですけど、やっぱりレース前のある一定の時間はしっかりとレースに向けた準備、気持ちの部分だとかそういったところを、はい、持って、そのサーキットに行っていきなり困らないように、どんな状況が起こっても大丈夫なようにしっかりと準備はしていきますけど、ただ考えすぎてもね、良くないんですよね、レースって。レースってやっぱり車をぶつけてしまってはダメですけど、うん、でもある程度そのぶつけない範囲内で思い切りの良さもないといけないので、そこのこうバランスを、まあ、うまくこう自然に取れるように普段からこう抜くところは抜いて、力入れるところは抜いて、入れてっていう風なメリハリはつけるようにしてますね。なるほど、はい、なんか真面目な話ができちゃいました。なんかためになりますねっていう、ためになったらいいなと思います。バザイモンはでもなんかいつも緩いイメージがある。バザイモンたまにはなんかキュッとこう、バザイモンもね、いろいろね、いろいろありますよ ね、 頑張って、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の最後の質問、今ちょっとね、オフの日の話もありましたけど、お休みの日に何してますかっていう、これはちょっとレースと離れて普段の生活に、はい、のお休みの話を受けるというか、そうですね、これは、まあ、僕はスポーツしたりすることも好きなんですけど、はい、なんとなくここ兄弟で今日もなんかね、
格好が似てたり、そうですね、ジーンズにジャケット、人にシャツ、心の中で思われる前にとりあえず言っちゃおうと若干格好が被ってるんですけど、まあ、共通の趣味みたいなものがあって、まあ、旅行行って写真を撮るっていうことが、あ、いいですね、まあ、2人とも共通かなと思うんですけど、だいたい1年ずれぐらいで弟が行った場所に僕が行くとか、僕が行った場所に弟が行くとか、で僕が行きたい場所にこいつが行ったとか、なんかね、そういうことが一緒にはなかなかね、行かないんですけど、はい、なんか旅好きですね。あ、旅行好き、はい、基本的には旅行に行ってちょっとこう気持ちとか、ね、体を休めて、はい、はい、ありがとうございます。大輔さん、いや同じそう、同じなんですけ ど、まあそれを他になんかやってることですと補足するといや、旅行行くのが好きなんですけど、はい、まあなぜかっていうと兄もなんですけど、じゃあ写真撮るのが好きなんですね、はいはい、なんでそのまあ全てが楽しい、僕車乗ってある場所まで行くのも楽しいし、はい、その場所に行ってゆっくりするのも楽しいですし、でそこでまた写真撮れるっていう、だからまあ綺麗なところに行くんですけど、はい、そういうのが好きなんです、はい、でもまあそれは全く一緒なんで、はい、あ、じゃあや普段車運転していくっていうことなんですけど、普段の道で運転するのとやっぱベスト全然違う、もちろんなんですけど、なんか普段の車の運転でここ心がけてること、一つ違うことがあって、はいはい、その旅行行くの2人ともまあ好きなんですけど、はい、兄はあんまり普通の道で運転するの好きじゃないですか。あ、そうなんですか。嫌いじゃないんだね。いや、旅行行くんだったら車は絶対必須なんですけれど、はい、ただ僕らがすごくストレスを感じるのは、僕ら免許がないと、普通免許がないとレース出れないんですよ。あ、はい、そうです。だから普通の道でスピード違反とかで免停になろうものならレース出れなくなっちゃうので、やっぱりね、皆さんそうだと思いますけど、それなりにね、安全運転で、安全運転はもちろんなんですけど、やっぱりね、車の走ってて気持ちいい感じで走るとね、スピード制限ね、気がついたらあれっていう時あるじゃないですか。まあ、あるということもあると仮定して、まあそうなった場合、まあ万が一捕まると困ってしまうので、そういう意味ではなんかそこを気にしなきゃ、気にしないといけないっていうのが僕は嫌いなだけで、運転することは好きですし、やっぱり旅行行くからには車で行かないと自由がないので、やっぱ電車って時間も決まってるし、走るとこも決まっているので、その自由にルートを組み立てる楽しさっていうのは車じゃないとないなと。結構じゃあ長時間運転してても全然大丈夫。今年の夏北海道行った時、3日4日で1300キロとか。北海道も車で。北海道は飛行機で行ってるんだから。飛行機で行って車で。はい。まあ車乗るのは嫌いじゃないです。補足ですけど。はい。まあいろいろ事情があってそう言わないといけないから。え？でもないです。でも結構新幹線よく使う。東京名古屋って東京岡崎間は僕は電車の方が多いです。なぜなら東名高速ストレスの塊なんです。ああ、混んでる。はいね、トラックがね、2車線に占拠してたりしたら、トラック運転手の方いたら申し訳ないんですけど、ちょっとストレスなんで、僕は電車派です。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ岡左衛門からの質問は、もうこれで OK ですかね。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ逆に、和樹選手、大輔選手の方から、岡左衛門への質問ありますか？質問。はい。そうですね、どうでもいい質問でもいいですか？何でも大丈夫です。たまにテレビで、岡左衛門が何か食べてる姿を、ね、ここら辺から食べてるの口ってどこですか？口はここですよね。あ、そうです、ね、食べるのはここら辺。食べるのはまあ多分食べてる姿を、ね、食べたり飲んだりしてる姿を見るんですけど、好きな食べ物、飲み物、何か好きな食べ物と飲み物、岡田も好きな食べ物。あーすごい、岡崎混ぜ麺っていう優等生的なんか食べ物告知っぽい。あれ、そういうキャラなんですか？混ぜ麺もね、食べれますもんね、岡田もね。で、ここね、テレビ混ぜ麺あんまり知らないんですよ。てあ、混ぜ麺知らないですか？あんまりそう。ぜひ食べてください。ちょっとフェイスブックでチラッと見ただけなんですけど、はい、岡左衛門のスタッフの大好物で、はい、お味噌、八丁味噌が入って、はい、豚の油が入って、はい、汁がなくて
混ぜて食べるっていう。なるほど、はい、正解です。正解、さすが。中華麺とかパスタとかうどんとかいろんなバージョンが、あ、種類があるんですね、はい、ぜひ食べてください。ちょっと気になるんで食べてみます。ありがとうございます。じゃあ、もうじゃあ大輔さんから、はい、質問がありますか。はい、はい、岡崎市のアート広報大臣なんですよね、はい、今、はい、それを3月で、そうです、3月の31日で退任しますね。正解ですって結構便利ですね。その後の活動というか、今後の活動、はい、それがすごい気になるんです、はい、個人的に。岡左衛門の4月1日からのどういう風に音フリーターとして頑張るので、ね、フリーターじゃ若干まずい気がする。フリーター、いや、ぜひ岡崎市の中で新しい役割を、フリーター PR ってことですよね。岡崎をこれからも PR していくけどフリーターだっていうことです。あ、そういうことフリーターだけど。でもあれですね、じゃ あのフリーで頑張るということは、これからガッポガッポ、あ、収入が、そうですか、ぜひスポンサーしていただきたいですね。もう岡左衛門のロゴでもどこでももう車に、あ、岡左衛門から、そう、アナウンサーの方とかも多いですもんね。そうです、フリーに転向してもう一気に収入が、どうだろう、皆さんよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございました。じゃあ、質問もそろそろ、お時間になってきましたけれども、最後にあの会場の皆さんとか、あの千佐子さんも今日いっぱいいらしてますので、お二人、リオ選手から、一言ファンの皆様に向けて、はい、いただければと思いますけど、はい、メッセージを、はい、そうですね、まず今日はたくさん来ていただいてありがとうございますというのと、おかげさまで皆さんの多分日頃の行いだと思うんですけど、朝雨降ってたりは、ね、晴れました、良かったです、本当に、ありがとうございます、ありがとうございます。ですね、まあ、僕の場合は今シーズン、どういう活動をするかというのはもう発表になってまして、国内のレースと、海外のレースとやっていきますけど、まずは、4月の12だっけな、13だっけな、2週目に鈴鹿サーキットで、スーパーフォーミュラの開幕戦があります。で、まあ、岡崎からだとやっぱり鈴鹿サーキットが一番近いところかなと、思いますので、ぜひやっぱりサーキットに来て、レーシングカーが走るところを生で見て、いただきたいと思うので、まあ、ぜひそれを楽しんでいただきたいのと、まあ、今日あんまり詳しく触れませんでしたけど、僕も兄弟でレースしてるんですけど、違うメーカーで、レースをしていて、まあ、こうやって一緒に話してますけど、レースするときは敵同士というか、まあ、ライバル同士で、レースをしているので、まあ、できればね、兄弟で、優勝を争うようなレースを、皆さんに見ていただきたいと思いますので、まあ、そうできるように頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張ってください、ありがとうございます。はい、大輔選手からもメッセージをお願いします。はい、今日は本当に来ていただいてありがとうございました。まあ、こういった岡崎でこういったイベントというかに参加させていただけるというのは本当に光栄なことで、嬉しく思います。で、今シーズン、まあ、鈴鹿がさっきアニも言ってましたけど、はい、鈴鹿が一番近いんですけど、ここからだともう本当に1時間もあればサーキットに車で到着しますし、ぜひ、まあ、サーキットいらっしゃったことない方も多いと思うんで、ぜひ一度レースを見に行っていただきたいと思います。で、今年もおそらく岡左衛門が何回か、1回か応援しに行きたいよね、岡崎に、ね、2人の応援をぜひ、はい、岡崎を代表して、そう、その勇姿もフリーターだし、あ、皆様、中島兄弟の応援よろしくでござるということで、岡崎もご一緒にぜひ応援してください。はい、ありがとうございます。と、あとちょっと補足なんですけど、はい、まあ、さっき今ここに車がこうやって置いてありますけど、はいはい、まあ、僕らよく話をするんですけど、さっきもちょっとその話してたんですけど、やっぱり岡崎で一回デモランしてみたいねと、行動で走りたいねという話をしていて、まあ、言ってる、こそこそ言ってるだけじゃ実現しないと思うので、ぜひそういう夢を持ってやってるの で、ね、皆さんも手を貸してください、声を上げてどんどん Twitter なり Facebook なり、そうです、ね、言っていただければ、結構花火大会の時とかチャンスじゃないかなと勝手に思ってます。はい、行きたいですよね。とりあえず言うだけなのでいいの、行きたい。あとは皆さん
皆さんというか誰か、ね、今日はあの、はい、市の方もそうでしたね、あのなんかプレッシャーかけましょうお願いします。そうですね、実際やっぱ走ってると音とかやっぱり走ると全然違いますし、ね、スピードも違います、はい、まだ迫力もあるので、まあ、花火の時だったらね、多少音がうるさくてもみんな気にしないから甘い考えもあるので、そうですか、見たいですよね、そういう形で、まあ、レースもそうだし、岡崎も一緒に、ね、はい、盛り上がっていけたらなと思いますので、はいはい、とりあえず言ってみました。言うだけ言って、あとはどうなるかわかりません、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、岡崎も最後に一言いいですか、今日の締めくくりをこの間がいい、この時間ちょっと時間がかかる、効果音とかあ、間違ったこれでか、これでか、皆様、中島孝平です、よろしくでございますということで、はい、ということで、はい、今日は中島和樹選手、大輔選手ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。この後、展示されている、マシンの前で撮影会を行わせていただきますが、個別に撮影ですとかサインは、ちょっと時間の関係上お控えいただければと思いますが、スタッフの誘導に従ってぜひご覧ください。それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけお知らせがありますので、まだ席を立たずに。